時刻は12時半です。今川口湖大橋を渡ろうとしております。これから行くところは川口湖の湖畔にありますちょっとおしゃれなカフェ、なんて店だっけな、はい、そこへ行きます。さあどんなお店なんでしょうか。ただいまの平均燃費 14.7 キロ、家からの走行距離ですけども 49.9 キロ、約50キロ走ったことになります。着きましたよ。なんかおしゃれ。道屋さんは大丈夫です。俺写真見てちょっと多いかなと思ってそれでシンプルなトーストにしてみたらトーストが結構分厚い。なんかさっきとは対照的な優雅なランチ。本当っすね。もういいじゃん。もうなんかいやなんだろう。なんならテーマで待ってよかな。なかなかいいお店でした。お店でしたね。シスコさん。シスコさん。ちょっとプチ海外旅行気分を味わえましたね。ですね。中の雰囲気かなりいい感じだった。海外っぽい、アメリカっぽかった。ね。こちらよく行く。はい。実際行かれてる道屋さんからしてそう思いました。ですね。なるほど。雰囲気出てますよ、バリバリ。これはじゃあこういう店いいなと思っちゃいましたね。食べ物も美味しかったね。コーヒーも美味しかったし。コーヒーも美味しいし。うん。パンもねもちもちして。そうだったね、はい。とっても美味しかった。もうちょっとゆっくりしててもいいかなって感じです。今日は後があるんで。撮影して撮影巡りというか。はい。じゃあ次のスポットへまた行きましょうか。じゃあ、はい、行きましょう。行きましょう。はい、時刻は13時48分です。シスコでお茶をした後は、今川口湖の湖畔の道路を走って西湖へ抜けていきます。西湖に着いたら紅葉台というところに行ってこようかと思います。ただいまの平均燃費 14.8 キロ、バレノタウンさんを出てからの走行距離が 53.7 キロです。
今道の駅勝山通過中です。ここの右側の公園もね、すごく芝生が気持ちのいい公園で、僕は実は好きな公園なんですね。今日は通過いたします。13時55分です。西湖の湖畔を走っております。これでね、今日は富士五湖、巡りながらの富士山一周の旅、山中湖、川口湖、西湖と3つ回ったことになります。今日はですね、特に西湖の湖畔へ降りることはしません。そのまま湖を見ながら通過ということになります。ここまでの走行距離 58.9km です。平均燃費は 15.1km です。徐々に伸びてるね。14時6分紅葉台の登山道に入ってまいりました。焦る、うん、大丈夫かな、全然大丈夫。これからちょっと紅葉台の展望台登ってみようかと思います。よく言うんだけど、私んちが車免許取った頃なんていうのは国道がこういう道だったんです。あだけど今の方はこういう道運転したことないですよね。うん、そうでも皆さん慎重に運転するから、はい、事故も何にもないですよ。そうですよね。すごい昭和っぽい雰囲気で、ここは昔懐かしい感じ、いいですね。じゃあ行きますか。じゃあこれから上、なかなかなんですよ、ここめっちゃ昭和いいんですよ、ここが。いやー、いいとこあるんですね。知らないですよ。すごい、ここはね、やっぱ初めて来た時感動しましてね。すごいでしょ。なかなか開けててね、いいんですよ、ここ。さて、これが紅葉台の景色です。今ね、ちょうど富士山がね、少し雲がかかって隠れてしまってますけど、これ本当だったらもっと綺麗に見えたな。こちらが青木ヶ原樹海です。
本当この上から見ると樹海っていう意味がわかるよね。本当すごい海みたいになってずっと向こうまで。俺入ったら寝れません。うん、死んじゃうわけだね。箱根富士五湖エリアって観光名所だよね。来るわけですよ、うん、だから近すぎて今まで来てないだけで。っていうかね、あのこの間九州行ったじゃん、こういうなんだろう、スケールの大きなところってまだ見てないんだよ ね、 まあもう本当限られた時間だから俺が知らないだけだと思うけど、やっぱ日本一だよ。素晴らしい。はい、今紅葉台下ってまいりました。時刻は15時9分です。結構な傾斜を下ってくるので、エンジンブレーキ効かせながら行きたいんですけども、この 5AGS はね、中身の仕組みはマニュアルシフトなので、今マニュアルモードで、ローセカンドでエンジンブレーキをしっかり効かせながら下ることができるので、まあ半分オートマみたいな車なんですけど、こういう時もとても便利な車です。こういうとこが僕は 5AGS の好きなところですね。はい、やっと無事下ることができました。はい、オートマモードに切り替えました。はい、時刻は15時13分です。今青木ヶ原樹海を突っ切る道路走ってます。国道139号線。はい、これから庄司湖へ向かいます。バレノタウンさんを出発してからの走行距離72キロ。はい、でここまでの平均燃費 14.6キロです。今ねちょっと紅葉台でオフロードを走ったので、またかなり燃費が落っこっちゃいました。まあ、今日はねあんまり燃費が伸びるような要素の場所を走ってないので、まあ前みたいに20キロ近くの燃費はマークしないと思います。しばらく青木ヶ原樹海を突っ切るルートを走りまして、道が開けてまいります。ここからの景色がね結構好きなんですよ。下り、これを下ると庄司湖です。今時刻15時16分ですけどね、やっぱりもう日が短いんですね。だいぶ夕方の空模様になってきました。このガードレールのね影の長さからしてももう夕暮れ時って感じですよね。今目の前に太陽映ってるかわかんないけど、太陽の角度もだいぶ、地平線に近づいてきました。事故でコーヒータイムです。じゃあお疲れ様です。いただきます。ありがとうございます。なかなかいい時間でした。最高です。ちょっと寒くなってきたけどですね、まあ、まあまあでもコーヒーで温まります。この素晴らしい景色とともにコーヒーが飲めるなんて幸せです。
今時刻ちょうど4時ぐらいです。4時ぐらい今日富士五湖を回りながら富士山一周ということで、はい、実はまだ全部回ってないんです、ね、はい、帰りにさらっと、はい、落とす子だけ残してますけど、はい、とりあえずこういうふうに泊まってゆっくりするのはここが最後になるので、うん、そうですね、多分暗くなっちゃいますね。そうですね、撮影に意外と時間がやっぱねかかりました。白糸の滝行けずとまあ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 いいです、そこは、まあまあ、またやりましょう、またやりましょう、はい、今日一日ですね一緒に走ってみてどうでしたか？楽しかったっすね、なんか新鮮でした。本当に、はい、いやーよかった。改めてこんな素敵なところの近くに住んでる、まあ、御殿場市民であることに幸せです ね、 ね、うん、幸せを感じる。だってこれをわざわざ見に来る外国の方ももちろんいるぐらいなので、ね、まあ、改めてそれを実感しましたね今回、うん、お互いどんな動画になるかちょっと楽しみですね、うん、そうだね、多分切り口変わるんですかね。なんかさ、俺本当は今日出発前に車メインで撮るとか言って、うん、実はあんまり車撮ってなくてまあ車窓動画多めに撮ったんで、はい、多分うちは車窓そんな使わず、うん、その場所で行く感じになるのかなと思いますけど、まあ、両方見てください。ぜひ見てください、はい、こんな感じでいいのでしょうか今回もお邪魔しました、アルファセンスコンプリートチャンネル。最近露出ちょっと多めで失礼しました。大丈夫です、はい、まあ、周りにねいないですからね。そうなんですね、見る方がね、よろしければカリフォーメーションチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。地道にアップしてます。はい、お願いします。じゃあ一回締めましょうか。はい、ありがとうございます、はい、じゃあどうもありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。時刻は5時5分です。もうだいぶ暗くなってしまいましたが、富士五湖最後の湖本栖湖到着です。もうほとんどね、暗くなっちゃってあんまり撮影もできないと思うので、とりあえずやっつけて行くだけ行って帰ります。はい、5時7分です。本栖湖到着です。到着、とりあえずこれで富士五湖はい制覇、うん、ね、もう最後はやっつけだけどとりあえず来ただけ、はい、多分ギリギリ映ってます。そうです、ギリギリ映ってます、はい、また機会があったらゆっくり行きましょう。そうですね、ここ はい、時刻は5時12分です。本栖湖をちゃちゃっと見て今御殿場への帰り道に入りました。これでね、最後簡単にはなっちゃったんですけど、富士五湖全部回って富士山一周ぐるっと回る旅、ミッションクリアっていうことですね。はい、ここまでの平均燃費 13.8 キロ、走行距離 85.3 キロです。まあ今ちょうど御殿場の反対側ぐらいにいるので、御殿場に着く頃には100キロは余裕で超えてる頃だと思います。多分120、30になるんでしょうか。帰りはね結構ショートカットなので130キロぐらいだと思います。じゃあね、まだちょっと道中長いんですけど、安全運転で帰りたいと思います。
僕の好きなハワイのオンラインショップ、僕ハワショップができました。詳しくは動画説明欄をご覧ください。アルファセンスコンプリート製品も売ってるよ。チャンネル登録もよろしくお願いします。アルファセンスコンプリート。